フィーフィー氏。人が亡くなっていてもなお、その方の名前をハッシュタグに使って誹謗中傷できる人って、に共感の声。内容はこちら。フィーフィー氏のネットの書き込みへの苦言に共感の声が集まっているようです。では、フィーフィー氏の発言を見てみましょう。フィーフィー。人が亡くなっていてもなお、その方の名前をハッシュタグに使って不平不満の戸口に誹謗中傷できる人って人間の心を持っていないんだと思う。私、いくら政治的なイデオロギー違ってもそんなことできないわ。やはり教育って大事なんだと痛感する。こうした人たちを生まない社会にしないとですね。フィーフィー氏の言う通りです。そんな醜い社会を変えなきゃいけないと思います。では次に、ネットユーザーの声の一部を見てみましょう。まずはこちら。そういう人がたくさんいてびっくりします。そういう人は人間とは思ってません。保育士資格など持ってるので、いろいろ勉強しましたが、育った環境も大きいですね。人間は3歳までに人格が形成されるので、どういう育ち方するとそうなるのかしらね。そういう人は、人の皮をかぶった悪魔だとしか思えません。次はこちら。そんな人でなしが支持するのが野党なんだろ。そんな奴らに国を任せられるか。誰も非難していない、ただ個人を追悼しているだけのツイートにも言いがかりをつけてくる野蛮な人がたくさんいます。人はどうあるべきなのか。そんなこともわからない人たち。あまりにもかわいそうですよ。次はこちら。亡くなれば等しく神様仏様。鞭打つ文化は日本にはないんですよ。あちらの方には理解できないでしょうけど、人の痛みを知るという文化のない国の方なんでしょうね。どことは言いませんが、教育ももちろん大切ですが、人間性は民族の遺伝子の問題が大きいと思います。それが答えなのかもしれません。最後はこちら。人が亡くなった時にはご冥福を祈り、その方の生き様や人柄や功績を称えるのが日本の文化。いくら主義主張が違くとも嫌いでも、死者に鞭打つ必要はないでしょうに。全くその通りです。日本を貶め続ける、個人的に大嫌いな政治家がいるけど、亡くなったらさすがにお悔やみくらい言いますよ。人の死に好き嫌いなんか関係ありません。個人を心から弔う気持ちのみがただただ湧き上がるものだと思います。結論。安倍元首相があのような形で亡くなったのは、少なからずマスコミや特定野党や反安倍界隈の過剰なまでのアベガーが一つの原因だと思います。しかし、そんな原因を作った人たちが未だに死者に鞭を打つという信じられない蛮行を繰り返しています。日本は本当にこんな国でいいのでしょうか。ご視聴いただき誠にありがとうございました。まだチャンネル登録がお済みでない方がいらっしゃいましたら、チャンネル登録していただけますと、今後のチャンネル運営継続と質向上のための励みになります。ぜひこの機会にチャンネル登録のほどどうぞよろしくお願いいたします。